さあそしてどうやらペナルティースポットに最初にボールの置くのは青いユニフォーム日本です。ああひときわ大きくなってきましたこの重慶オリンピックスタジアムの大ブーイング。その中で松木さん、はい、あの平常心で蹴るというのは大変なことだと思うんですが、そうですね、あとは自分を信じて、はい、さあまずは中村俊輔です。ベッカムと同じ状態ですよね、はい、これ一本のビハインドという形でこの最初のキッカーを迎えることになりました。川口義勝、まずはキャプテンが来ます。18番のアブゼマ、1人目を成功させました。ヨルダン、そうですそうです、で最初のキッカーと2人目のキッカーどうなんだというところを今アピールしてるんじゃないでしょうか。さあこれは大変な PK 戦になってきて、移動しますね、はい、変えます、変わります。いや珍しいですね。さあそしてこれまでのスコアはどうなるんですか。最初のプレイヤーがどうなるかですね。これは珍しいですね、いや珍しいですね。これ最初のもう最初からやり直してくれというのが宮本のアピールですね。そうですね、これ最初から2人、逆にヨルダンの方は冗談じゃないと、日本がこっちのエンドを選んだんだろうというようなことを言ってると思うんですが、最初の2人目は関係ないということで移動するのかちょっとわからないですけど ね、 そうですね。これしかしこういうことは珍しいですよ、はい、今日の主審はマレーシアのスルヒリンさん。最初からやり直し、川口が入ればこのヨルダン2人目のキッカーからということになるんでしょうね。いやでもサントスがボールのとこ行ってますね。あれ、いやそれは違うと、それは違うとサントスが逆に、まあ、最初からやり直しだろうと、次のやり直しだろうということでアピールしてるんですね、はい、この辺もねやはり徹底してどうなんでしょう。ここは川口が入ります。さあしかしここは、ね、でもこの 4番の選手は嫌でしょうね。ただこの合間がね、この
中段がねどう左右するか ね、 そうですね、これがやっぱり PK 戦、はい、さあ進みましょう。これさあ川口、これまでのカウントが生きてそのまま継続のこのエンドを変えての PK 戦ということになっています。さあ福西、ここは落ち着いて決めました。さあキッカーは再三ロングキックを蹴っていました17番のアクル、3人とも成功です。諦めちゃダメですよ、はい、諦めちゃダメですよ。ゆっくりとボールを拾って中田コーチです。さあここで止められたら日本の敗戦。プレッシャーのかかる中、中田スタート、よし決めました。まだ分からない、川口のセーブを信じてやまない。さあフィールドプレイヤーたち、さあやーやった止めた川口、来ましたよ、わかんないですよまだ。川口見事に触っています。これです、よく触りました川口。いやこの鈴木が決めて、そして5人目のキッカーヨルダンを止めてなんとかつなぎたい日本。さあ鈴木決めた、よし。さあそして5人目のキッカーは16番のイブラヒム、いやなんとか、さあゴール、これでサドンです、よしこれでサドンです、さあ分かんない。さあ6人目のキッカーは中澤、ここからはサドンですです。大きく深呼吸、落ち着いています。バーフ止めました。6人目のヨルダンのキッカーは11番フォワードのズルーン、止めた、すごい川口、すごい川口、よしまさに守護神、よしいいぞ、まさに守護神です、ナイス川口。しっかりとまとめていた、その宮本のシュートをついている、決めました宮本、落ち着いてましたね、はい、宮本。ヨルダン6人目のキッカー6番のバニアーシン、さあ7人目のキッカーバニアーシンです。川口止めるか、よかったよかった、ジーコすごい顔してます、いや、はい、日本勝ちました、よかったよかった、準決勝進出、いやよかった、いやよかったよかった、いやもう2人目のキッカーまで外した時はもう完全に完全に運は我々を見放したかと思いましたが、いや僕は諦めてなかったですよ、大丈夫ですよ、やりました日本、なんということでしょう。